今から2年前のこと、大西さんはとある地方都市に家を建てた。間取りは 4LDK、 夫婦と娘のリノちゃんの3人暮らしにはちょうどいい広さである。近隣も似たような住宅が並んでいる。大西家の右隣は空き家だが、左隣には伊沢と表札がかかっている。母子家庭らしく、母と娘の2人暮らしである。娘の名は舞子、リノちゃんより2つ下だ。母親の方は近隣の店や施設などわからなければ何でも聞いてほしいなどという。人当たりがよく、実に申し分ない隣人である。楽しい生活が営めるものと思っていたのだが、大西さんは妙なことに気づいた。空き家は右隣だけではなかった。町内そのものに空き家が多いのである。しかもいかにも空き家という外見ではない。人が住まなくなった家にあるようなうつろさがなく、ちょっとそこまで買い物に行ってますとでも言いたげな様子だ。昼間はそうでもないが、夜ともなると辺り一帯が静まり返るほどである。購入した時点でわからなかったのも無理はない。一度でいいから夜間に下見するべきだったと大西さんは後悔した。静かなのはよしとしても、治安の面では大いに不安である。大西家は共稼ぎであり、夕方近くまで娘が一人だけということが多い。今まで暮らしていた家はすぐ近くに塾があり、夜遅くまで人の出入りがあったのだ。そのせいか、リノちゃんが何かにつけ怯えるようになった。よく覚えていないが、変な夢ばかり見るのだとも言う。誰かに誘われて空き家に入っていくそうだ。夢とはいえ、リノちゃんは14歳という多感な年頃だ。眠れない夜が続くと精神的に不安定になる可能性が高まる。だが多少は心配になるものの、建てたばかりの家を売却するほどのことでもない。空き家が埋まるのを待つぐらいでも構わない程度の問題だ。とりあえず大西さんは親子の会話を増やし、明るい家庭を保つよう心がけた。そこまで気を使っていたにもかかわらず、リノちゃんの様子は急速に悪化していった。朗らかで笑顔を絶やさない子だったのに、終日塞ぎ込んでいる。外出するときは必ず勝手口を使い、正面の玄関は開けようともしない。夢の中の自分が正面玄関から出るからだという。自分でもどうにかしたいとは思っているようだが、その気持ちがかえって重荷になってしまっている。状況は凛花にも伝わったらしく、伊沢家が様子を伺いに来た。心配してくれている様子に大西さんは救われた気になった。夢の内容は必要ないと判断し、それ以外を話し始めた。町内に空き家が多く不安になったのがきっかけで、最近では笑顔を見たことがないのだと打ち明ける。伊沢は今にも泣き出しそうに瞳を潤ませ、こんなことを言い出した。大丈夫。確かに空き家は多いけど、私ら無事に20年も暮らしてるんだから。伊沢はいっそのこと空き家を見て回ったらいいとも言った。窓ガラスが割れていたり、落書きがされている家など一軒もない。それは妙な輩が来ていない何よりの証拠である。自分の目で確かめればきっと安心できるはずだ。そう言われてみればその通りである。
大西さんは心から感謝し、早速実行に移した。リノちゃんを連れ町内を散策する。伊沢の言葉は正しかった。リノちゃんは一軒一軒を時間をかけ、時折うなずきながらじっくりと観察している。確かに雑草こそ生えてはいるものの、荒れた感じはしない。すべての空き家をめぐり、帰宅する頃には笑顔すら見せるようになっていた。翌日からリノちゃんは今まで通り玄関から出るようになり、家族間の会話も元に戻った。伊沢家とは以前にも増して親しくなり、舞子ちゃんとは本当の姉妹のようである。お互いの部屋に泊まることもあった。それから2週間ほど経った頃、大西さんは奇妙なことに気づいた。リノちゃんはどちらかというと小太りな体型だ。肥満とまではいかないが、同年代の標準体重は軽く超えていた。極端に痩せている舞子ちゃんと並ぶと余計にそれが目立った。それが目に見えて痩せてきているのである。食べる量は変わっていない、むしろ増えたぐらいだ。どこか悪いのかと心配したが、本人は至って元気である。性格も変わらず朗らかなままだ。それでも念のため、大西さんはリノちゃんを病院に連れて行った。結果は良好である。そういう年頃なんだろうと納得するしかない。さらに2週間、リノちゃんは痩せ続け、顔つきまで変わってしまった。食事の量は相変わらずである。さすがにこれはおかしい。重大な病気が潜んでいるに違いないと判断した大西さんは、しっかりした総合病院を探した。検査入院のため、リノちゃんは一晩を病室で過ごすことになった。1日目の診察を終え、リノちゃんはベッドの上で静かに眠っている。近くのホテルの一室を取り、大西さんは妻と交代しながら付き添った。深夜、リノちゃんがうなされ始めた。声をかけて起こそうとしたが、眠りが深く目覚めようとしない。目を固く閉じたまま、ボソボソと何事かつぶやいている。数分後、はっきりと聞き取れるようになってきた。助けて、出られないの。助けて、ここから出して。あまりにも悲痛な声に、大西さんは思わず返事をしてしまった。どうした、リノ。お父さんここにいるよ。お父さん助けて、ここから出して。ここというのはどこなのか重ねて聞く。リノちゃんが言うには、町内にある空き家のどれからしい。そこに閉じ込められたまま出られないのだという。その後、リノちゃんは数分間にわたり、助けてほしいと言い続けた。朝になり、目を覚ましたリノちゃんはいつも通りである。寝言のことを聞いてもまるで覚えていなかった。検査は終わったが、結果がわかるまでには日数がかかる。大西さんはリノちゃんを連れて帰宅した。その夜、大西さんは何度かリノちゃんの部屋に入り、寝言を言っていないか確認した。いつ行ってもリノちゃんは穏やかに眠っていた。検査結果はまたしても問題なしであった。リノちゃんの痩せ方も徐々に落ち着いてきている。心配する必要はなくなり、大西家は次第に日常を取り戻した。ある夜のこと、
大西さんの夢にリノちゃんが現れた。夢の中のリノちゃんは以前のように丸々としていた。見知らぬ家の中で何事か叫んでいるが音は聞こえてこない。全くの無音状態にもかかわらず、大西さんには何と叫んでいるのかが分かった。あの時病室で聞いていたのと同じだ。目覚めてから大西さんは会社に欠勤を連絡し外に出た。町内の空き家をしらみつぶしに調べていくつもりである。何をやっているのか自分でもわからない。けれどどこかの家にリノちゃんがいる気がしてならなかった。調べると言っても中に入るわけではない。外側から覗き込むだけだ。始めてから7軒目、黒い扉の家の前に立った瞬間、大西さんはここに違いないと確信した。理屈ではない、直感である。庭に回りガラス窓から中を覗き込む。そこにリノちゃんがいた。痩せてしまう前の見慣れた姿である。それともう一人、伊沢家の舞子ちゃんがいた。リノちゃんの隣に座り手を握っている。どういうことか理解できないが、とにかく窓ガラスを叩いて名前を呼んだ。リノちゃんは微動だにしない。その代わり舞子ちゃんがゆっくりと顔を横に向けた。舞子ちゃんには大西さんが見えているようだ。がっちりと視線が合う。舞子ちゃんは刺すような目で大西さんをにらみつけ立ち上がった。次の瞬間、二人とも消えてしまった。その後、いくら待っても出てきそうにない。大西さんは急いで自宅に戻り、驚く妻にリノちゃんがどこにいるのか聞いた。何をもう、さっき学校から戻ってきて部屋にいるわよ。確かにリノちゃんは部屋にいた。キョトンとした顔で突然入ってきた父親を見ている。ノックぐらいしてよお父さん。間違いなくこれは娘だ。けれどさっき見たのも間違いなく娘だ。何が何だかわからなくなった大西さんは曖昧に返事をして部屋を出た。その足で伊沢家に向かう。伊沢家はあいにく留守であった。家の外でしばらく待っていると舞子ちゃんが学校から帰ってきた。舞子ちゃんは柔らかく微笑み家に入ろうとする。大西さんは呼び止め思い切って聞いてみた。君さっきまでうちの子と一緒にいなかったか。舞子ちゃんは何も答えず笑いながら家に入った。黒い扉の家には何度か行ってみたが、あの日以来二人を見かけることはなかった。リノちゃんは再び痩せ始め、歩くことさえできなくなった。伊沢家の親子は心配してお見舞いに来てくれるのだが、大西さんは丁重に断った。こいつらは何か隠している。そもそもの発端はこの母親に勧められて空き家を見て回ったからだ。だがそれをどうやって世間に知らしめればいいのか、どこに訴えればいいのか、解決の糸口がつかめないまま無駄に時間が過ぎていく。大西さんは隣町にアパートを借り、そこで暮らし始めた。家を売る気はない。いつでも戻れるように手入れを欠かさず、伊沢家がどう動くか静観することにしたのだという。引っ越してもなお、リノちゃんは元通りにはならず、寝たきりである。それでも、
高校受験の勉強は欠かさないそうだ。